孫賢太。敵には織田軍の狙いは直虎殿の腕は、なんとしても直虎殿を守り抜かねば。その腕輪は貴様たちに扱えるものではない。おとなしく渡してもらおう。さあ腕輪をよこす。我らにはあの力が必要だ。渡すわけにはいかぬ。そうならば、翔、元気、腕輪の持ち主を狙え。はいはい、ここでも俺は兄上に武器使われるのか。師匠殿、言葉を慎んで。まったく、こんな状況でも相変わらずね。敵も意外とやるな。一度引き、万全の状態に戻すとしよう。よくやった、褒めてやろう。無理は良くない。一度戻るのも良さそう。そろそろいいよな。こっそり休憩っと。ここに腕輪を持つ人がいるんだよね。僕も戦ってみたいな。さあ早く腕輪の力を使いなよ。僕を止めないとみんな壊れちゃうよ。あれは誰だ。あまりにも強すぎる。私のせいで味方がひどい目に。怖いですけど腕輪の力で追い払わなきゃ。ナオトラ殿、お待ちを。あれはあなたをおびき寄せる罠です。やっぱりそうですよね。でも皆さんにこれ以上迷惑はかけられません。やるのう、褒めて取らすのじゃ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。ナオトラ殿、私も行きます。少しでも手伝いたいんです。直虎殿を一人にはさせません。我が槍にて敵の罠ごと貫いてみせん。仲間のためなら強敵にも挑む。ただの陰謀か、それとも。ここを通るつもりか。させぬ。すまない、おねぼれかった。ここまでか。すまんが俺は引かせてもらうぞ。こんな集体をさらすとは。よくやった、褒めてやろう。あなた、腕輪を持つ人って君？はい、私がお相手します。だから他の人に手を出さないでください。まあいいよ、僕が興味があるのはその力だから。ナオトラ殿、承知した。あなたの思いに全力で応えましょう。やってくれるね。早く信長を追い詰めてよ。どういう意味ですか。奴らは疲弊している。今こそ腕輪を奪え。あら、
懲りない子たち。今度は母自ら相手をしてあげようかしら。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。この辺りが潮時か。降伏するとしよう。物分かりのいい子は好きね。思い通りになってくれて嬉しいわ。ナム、遠兵として参上いたしました。降参降参、煮るなり焼くなり好きにしてくれ。元気だね。バカ息子がまた迷惑をかけているようね。不満があるなら私にぶつけていいのよ。え、いえ、その残念だけどここまでね。皆降伏してしまいましたか。こうなったら私が出るしかありませんね。よくやった、褒めてやろう。そこが地獄よ。人だったんでしょ。状況ではやむを得ませんね。ちゃんと強い血跡ですね。そうじゃない人が多いですから。信長様、申し訳ありません。織田軍はなんとか撃退できました。ですが、直虎殿がいなければどうなっていたか。私が非力なばっかりに。もっと力をつけて、皆さんのお役に立ちます。仲間を思い、強大な敵にも恐れず立ち向かう。君たちは謙遜するが、これは皆の勝利だよ。織田軍は芝資源、天下の頂点を目指すぞ。芝市場ってんだ。ま、適当にやるわ。戦の真実を見抜く、それが私。うまっ。いい感じです。おお、小太郎殿。腕輪が必要ならついてくる。どんなに厳しい信長の真意を暴くために。
自分こそ真の三国無双なり。真の三国武これは執着実に喜ばしい。総主公、乱世を打ち砕かん。